こんにちは。今回はですね、軽自動車を安く買う方法、車を安く値引きして、買う方法を、話したいと思います。今回は新車を買う方法なんですけども、もうね、よく聞く話なんですけども、見積もりを3社以上取るっていうね、いやいや、もう聞き飽きたよって、いう方法なんですけども、今回僕このタフトを新車で買ったんですけども、日産、スズキ、ホンダ、ダイハツ、日産も行ったかな、もう行ったかな、5社以上からね、見積もり取ってね、見積もり取ってお金を安くしました。ズバリ安くできたのは14万の引く9万だから、23万円ぐらい値引きしてもらいました。すごくないですか？軽自動車って利益が低いから、なかなか値引きできないんですよって、よく言われるんですけども、できるんですよね、結構頑張るとね。で、やる方法はもちろん5社以上、3社以上から見積もり出してもらうんですけどもね、やっぱりまずね、一つはね、一番安くしてくれそうなところ、そこをまず行く。例えばキャンペーンで10万円、値引きしますとか、まずそこら辺で値引きしてもらうんですよ。で、最初僕コペンを買おうとしたんですけどもね、コペンを買おうとして、だから全然値引きしてくれなくて、値引き一番いいやつ何ですかって言ったら、タフトだと。なんで、じゃあこれをしますって言って、14万円ぐらい値引きしてくれたんですよね。で、それをもとにスズキ行ったんですよね。スズキ行って7万円値引きするって言ったけども、14万には程遠いわけですよ、全然。で、じゃあいいですって言って、で、今度、ホンダに行ったのかな。ホンダに行ったら、ホンダもね、14万ぐらいしか値引きしてくれなくて、で、軽自動車ですよ。で、その後、日産行ったんですよね。で、日産行ったら、25万円値引きしてくれます。そこが値引き率一番高いんですけども、正直僕、あんまり車、その車正直あんまり興味なかったんですよ。正直。見積もりだけは出してもらって、で、その25万円値引きの見積もりを持って、スズキにもう一回行ったんですよ。で、他のところはこんだけ値引きしてくれましたって言ったんですけども、いや、うちは7万円が値引きが限界ですって言われたんですよね。言われてだよ。言われて、僕、そのままガリバーに行ったんですよね。ガリバー、中古車販売の。でも、ガリバーって結構ね、新車も取り扱ってるんですよね。店舗に置いてないけども。で、ガリバー行って、スズキの出してもらった見積もりを見せたら、7万円値引きが限界だって言ってたのに、ガリバーさんはなんと、さらに5万円値引きしてくれると言って、12万値引きだったんですよね。ちなみに、その、見積もり出してもらったのはタントです、タント。スズキ、ん？ダイハツタント、違う、ハスラ、ハスラ、スズキのね、ハスラ、大人気車種なんだけども、それが7万値引きだったのに、12万値引きにしてくれたんですよ。ガリバー、すごいですよね。めちゃくちゃすごいです。ちなみに僕、86乗ってたんですけども、どこ行っても235万が限界だって言ったんですけども、ガリバーさん、なんと250万で買い取ってくれたので、しかも、台車が4ヶ月分出してくれたので、最高でした。ガリバー最高です。っていうことでですね、じゃあガリバーで買ったんかっていうとね、買わないんですよね、これがまた。タントはですね、高いんですよ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ高いんですよ、そもそも本体が。186万だったかな、本体価格が。高い。そこからカーナビとかつけたりすると、めちゃくちゃ高いんで、結局僕、ダイハツさんに行って、タフトを選んだと。で、正規ディーラーと、正規じゃない、要するに個人事業にしてないけどね、そこで個人的にやってるダイハツさんとどっちがいいかっていう話にもなってくるんですけども、最初僕、正規ディーラー行ったんですよ。正規ディーラーに行って、で、タフトの SUV の形が良かったから、よし、じゃあこれにします。ほぼほぼ決まりますっていう顔をしていたんですよね。で、14万値引きだし、さらに買うって言ったらもっと値引きしてくれますよとか言ってたんで、どんどぐらいやったかわかんないけど、数万をやってくれたのかなと思ってました。
で、このタフコ、ちなみに僕が買ったのは2021年の5月に発売したばっかりのタフトです。バージョンが一番あのランクが高いやつですね。で、さらに僕はどうしたかっていうと、その正規ディーラーで買わずに、あの個人でやってるダイハツのお店に行きましたと。うん、はい、そこでなんと24万円合計で引いてくれました。おお、すごい。すごいですね。すごいですよね。なんで、で、さらにね、正規ディーラーと個人でやってるところ、どっちで買った方がいいかって思ったりしませんか？正規のディーラー直売なんだから、そっちで買った方がいいっていうイメージあるじゃないですか。もう答えは、個人でやってるダイハツさんがいいです。どうしてか。今日ですね、あのダイハツさん、個人でやってるダイハツさんとね、お話ししてきたんですけども、正規ディーラーからその個人でやってるところで転職してきたっていう店員さんと話ししたんですけども、車検の時にね、まずね、基本料金がもうすでに違うんですよ。要するに、例えば軽自動車の場合、個人事業にしてやってるやつは基本が9800円、そこにプラスしてなんかするんだけども、正規ディーラーは2万8000円なんですよね。すごくないですか？もう3倍、ほぼ3倍違うんですよ。で、基本的に正規ディーラーはあれもこれもって言ってくるんで、車検、何にも新車であったとしてもね、11万超えちゃうんですよね。だけど、個人事業主でやってるところは、なんとなんとなんと、10万円もいかないと。まあもちろん、なんか修理とかあったら別ですけども、何もなければ10万いかないんですよね。はい。っていうことで、僕は今後の付き合いのことも考えて、個人事業主でやってるダイハツさんに選びました。つまり、もう僕は 5社から見積もり取ってもらって6社だね、ガリバ含めたら6社だね。で、違うわ、最初に7社だ、俺個人事業にしても行ったから、あ、8社です、ごめんなさいおいおい、はっきりしろよと。 8社行って見積もり出して、あの今日ダイハツさんをね、僕ね、3つ行ったんですよ。3つ、正規ディーラーと個人事業にし2つで、合計8社で行って合計24万円値引きしてもらいました。しかもですね、しかも本当はもちろん値引きできそうな雰囲気だったんですよね。だけどまあやめました。はいまあ本当は値引きした方が良かったかもしれないですけど、っていうことで、もちろん結論もう一回いきますと、安く、まあ新車で買う時に、新車の軽自動車を買う時にめちゃくちゃ安くする、値引きする方法は5社以上から見積もり取る。もう何度もそれ知ってるよという話だけど、結局そこに尽きるなと。できないできないって言うけど、できるんですよ、値引き。うん、24万新車だよ。しかも発売したばっかりのやつだよ。もうほとんどもう完璧っすよ、もう。まあ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 、そんな感じで以上です。あの、なんか参考してくれたらありがとうございます。ちなみに僕はパールホワイトですね。うん、パールホワイト、これはちょっと違うけどね、このやつ。はい、あの、もし多分中古車もね、この方法でいけると思います。僕20歳ぐらいの時に先輩がそうやってね、見積もりを 3つ以上から取れって言ってくれたにもかかわらず、いや、お店の人が無理だって言ってるから無理に決まってんじゃんって高をくくってね、やらなかったんだけども、間違いないです。やっぱ3社以上から見積もり取るのはもうね、基本中の基本だっていうのがね、今回もね、再確認しましたんでね、あの、めんどくさいかもしれないです。してないです。僕も正直、あの、体力、時間をだいぶ削られたけど、まあ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 、24万、29万足す14万、24万、うん、まあ、24万ぐらい値引きしてくれたんで、ぜひぜひお願いいたします。ということで、終わりたいと思います。では、見てくれてありがとうございました。ではまたお願いいたします。バイバイ。